大田黒元は日本の音楽評論家である。日本における音楽評論の草分けとして知られる。1893年1月11日、東京府に生まれる。大田黒の父は日本の水力発電の先駆者で、芝浦製作所の経営を再建し、財を成した大田黒十五郎である。父、十五郎は江戸時代には徳川幕府の御家人で、小牧が本生であった。 元熊本藩の大田黒コレノブの次女、楽と結婚し、以後大田黒生を名乗ることとなった。元尾は、長男で、一人っ子、幼児について、父、十五郎は、元尾は、幼い時から一度だって、頭なんか叩かないで住んできた。私は、元オスを捕まえて、バカだなどと言って、子供をいじめたことを知らない。 これも妻が良い女であったから、私が頭を殴らずに済むような子供を作り上げてくれたのかもしれない。現在でも一時だって争いの趣旨もない。もう一つ幸いなことは、元夫婦の間にも争いがないことであると話している。元は、父、十五郎の築き上げた裕福な環境で生涯を過ごし、黎明期の写真誌に写真芸術導人として、 福原有信や福原あろ石田き一郎らと自由で重要な活動を残し、また生涯にわたって自由な立場から音楽のみならず、様々なジャンルで執筆を続けた。若い頃の党で、実際に作曲家の演奏を聞いた体験も、稀有なものであったし、楽譜や資料、欧州の演奏会の情報や、芸術の動向に関する最新の情報を日本に持ち込むことができたのも、 この財力によるところが大きい。ガブリエル・ホーレの演奏を彼は聴いている。島崎東村が聴いたクロード・ドビュッシーの演奏を大田黒元ロ・は聴いていない。しかし、それのみならず、音楽に関する専門的な教育を十分に受けていない一青年が、大正時代にすでに活躍ができたというのは、元トのセンスと再感によるものであろう。また、彼は自分が得た情報を、 おしげもなく提供し、多くの音楽愛好家に親しまれた、啓蒙家としての側面もあった。大森山王と杉並区東小木町の2カ所の東京の邸宅の他に、静岡県沼津市や神奈川県小田原市に別邸があった。病弱な母の天地療養先で育てられた元は、旧制、神奈川県立第二中学校を卒業後、旧制高等学校には進まず、 東京音楽学校の教師、ペッツォルトにピアノを指示した。1912年に都営し、ロンドン大学で約2年間にわたって経済学を収める傍ら、音楽界や劇場に通い詰めて本場の芸術に親しんだ。1914年7月に一時帰国したが、第一次世界大戦の勃発で、再び都営できなくなったため日本に留まる。1915年2月、 現代英国劇作家を、落葉堂から、上司、同年5月、松本合司会社改め名合司会者山の、楽器店店主の山野正太郎から、作曲家の評伝のようなものを書かないかと勧められ、ロンドン時代に集めた資料や情報をもとに、バッハよりシェーンベルヒを刊行した。同書で、日本では知られていなかった多くの作曲家を紹介した。モーツァルト、モーツァルト、ロッシーに。 ロシニ、サンサームス、サン、サーン、フォーレ、フォーレ、ドビューシー、デビューシー、ラフマニノフ、ラハマニノフ等、作曲家の発音表記は、現在一般的ではない表記が目につくが、現在と同様の表記の方が多い。作曲家を紹介した本は、量と質で、それまでの書物の群を抜き、発行部数は少ないものの大田黒の名を一躍、高から占めた。 同書一冊の価格が1円50銭。同書の印税は40円であった。大田黒が住んでいた自定、ドビュッシーを日本で初めて紹介したとされることが多いが、同書観光以前に星の王子様の翻訳で知られる内藤拓が1908年に印象主義の学祭というエッセイを雑誌、音楽界に長井花風が西洋音楽最近の傾向を 早稲田文学で紹介している。オータグロはデビュッシーと表記していたが、長い花風は1908年の時点ですでにドビュッシーと表記している。ただし、演奏会でまとまった作品を演奏したのはオータグロらであるとは言えるであろうし、数度にわたって、表伝やドビュッシーの音楽論集を観行しており、日本で最初にドビュッシーの表伝らしい表伝を書いた。 最初の人物であるとは言えるであろう。日本で最初の音楽評論家であると言われているが、これも客観的にそう断じるのは容易ではない。吉田秀和の随筆集、響きと鏡の中には、吉田が園遊会のような席で、大田黒のことを英語で日本で最初の音楽批評家と紹介している場面が出てくる。九百十六年から九百十九年まで、 堀内慶三や小林義を野村孝一と共に進歩的な導入し、音楽と文学を、観光、音楽と文学者を設立し、同志の中心人物として活躍した。月1回時点で音楽の集いを開き、自らピアノを演奏し、スクラービンやドビュッシーなど当時最先端だった近代音楽の紹介普及に尽力。この間、1918年に、 生学家の広田地図へと結婚している。同年来日したセルゲイプロコフィエフを厚くもてなした。1921年11月から2度目の外遊に出発するまでに少なくとも18冊の著書と2冊の役所を上司している。1923年3月に日本へ帰国。潤沢な資産を背景に長谷川美之吉の第一処房を資金援助し、 同社の近代劇全集が大赤字となった際には、当時の金で7万円という大金を出資したこともある。1940年版の日本新史録によると、当時大田黒が納めた所得税は14,086円であり、これは1996年の貨幣価値で約3,000万円に相当する。1924年から1925年まで、 および1928年から1929年まで、欧米の各地を周遊している。評論活動の傍ら、父親の仕事の関係で、株式会社東京高級異物の取締役、株式会社東方重工業の常任監査役、株式会社電業社監査役、株式会社電業機制作所の監査役を兼務したが、教職などには一切つくことなく、 芸術的な自由人としての生活を貫いた。第二次世界大戦後は NHK のラジオ番組、話の泉のレギュラー出演者となり、ダンディな語り口で茶の間の人気を博した。生涯の著書数は、再出版を除いて76冊、役所は32冊に上る。趣味は野球や相撲や推理小説など幅広く、著書の内容も、 音楽評論以外に、西洋の記者、野球春秋、ネクタイ談義、英米探偵小説案内など多岐にわたり、食道学としても知られ、吉田秀和から、大正リベラリズムが生んだ一つの典型。今でも、あの人が私の唯一の先輩と評された。1964年、四十褒章を受賞。1967年、君三刀随法賞を受勲した。 1977年、文化功労者に選ばれた際、自分の道楽のためにやったことが表彰されるようになったと語った。1979年1月23日、死去する。満86歳没。成居にあたり、銀牌参号を受け、14位に除された。1933年から生涯を過ごした2700坪に、 及ぶ東京都杉並区小木久保の自定跡地は、その大部分が大田黒公園となった。1933年に建てられた仕事場が記念館として保存されている。墓所は、豊島区駒込の染井霊園。ありがとうございます。